ほら、見て、このとろみ。パラ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 っと。どうも、よしのりです。料理です。勢いで、やってしまいましたけど、やっぱり来まーす。で、今日はですね、ハヤシライスですね。ハヤシライスって皆さん、どうやって作ってますか？僕、至高のハヤシライスっていう結構めんどくさいレシピ前にも出してるんですけども、今回はめっちゃお手軽バージョン。僕からしてみると、ハヤシライスってルーいらないんですよ。もちろんね、ルー使ったハヤシライスもめちゃくちゃ美味しいんですけど、僕的に手軽にこの家にある調味料で作るハヤシライスもうまいと思うんですね。豚こまと玉ねぎで作るご飯が最高に進む秒殺ハヤシライス。これね、作るのも秒殺だし、食べるのも秒殺。まあ秒殺は言い過ぎですね。これめちゃくちゃおすすめのレシピです。ということで、最高なハヤシライスの作り方やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料いってみたいと思います。まず、豚こま肉 90g ね、まあ、100g でもいいんですけど、こま肉です。豚バラとかロースでもいいんですけども、まあ豚こまでも全然美味しいです。玉ねぎね、4分の1個で、大体 60g で、ご飯が 200g ね。あとは調味料概要欄に書いてあるので、そちらチェックしてみてください。秒殺ハヤシライスを作る上で何が重要か、やっぱりですね、秒殺ハイボールを飲みながらやっていくことが大事だと思います。今日の氷がない、こちらのグラスに氷が満杯に入れば、私はですね、秒殺でハイボールを飲んでも全然酔っ払いません。入んなかったら飲みます。占いでもなんでもないよこれね。でも実際これで今日の運勢を決めてる方がいるっていうのをこの間ファンの方で言われましたんで、この方のために私大吉を狙っていきます。いきますよ、よっ。誠に申し訳ございません。本日大凶でございます。片手で入れるのがね、難しいですね。片手で入れるの皆さんね、やってみてください。これ絶対難しい、なかなか入んないですよ。でもですね、皆さんこれ占いを見ていただいている方は、大吉ですので、今回は僕が、謝罪として飲みます。あるしばし、こちらのハイボールを飲んで、私をハイにしていきます。あー、うめえ。それではやっていきたいと思います。まず玉ねぎ。玉ねぎはね、繊維に逆らって切ると炒まるのが早くなりますので、こう線が入ってるじゃないですか。これに逆らうように、それを断ち切るように切ってください。はい、そうすると炒まるのが、ね、すごい早くなるんですよ。秒殺でハヤシライスを作るときに非常に、役に立ちますからね。こんな感じですね。本当は、野菜と一緒に肉切っちゃいけないって言うんですけど、野菜も炒めちゃうんで今回の場合は大丈夫です。なんで、豚こま肉、これは、適当な大きさにこんな感じで、横丁に切ってください。もう一口大というか、ハヤシライスでのお肉でいてほしい大きさに切る。もうこんな感じです。細切れにね、していきます。切るのこんだけ、超早いですよ今日の動画は。でその間にこちらのご飯を温めていきます。そしたら、今度フライパンでございます。今回ね、バターね、2つに分けてます。5g のものと 10g のものがあるんですけど、 10g、 まずね、 10g のバターで玉ねぎさんをね、最初に炒めます。ちょっと色づくぐらいまで炒めますよ、これ。で、その時に塩コショウ軽く、はい、そうするとね、塩の浸透圧で早めに炒まりますから。玉ねぎを炒めることによって甘さを引き出しますね。全然秒殺じゃないじゃんって、食べるのが秒殺ってことにしておいてください。はい、こんな感じでございます。はい、そしたらね、ここにさっき切ったこま肉、はい、入れます。で、ここにも塩コショウちょっと振りますね。これ下味ですね。はい、はい、で炒めます。本当はね、ビーフとかでやったりするんですけど、牛肉やっぱりちょっとお高いんでね、僕はいつも豚肉でやっちゃいます。ちょっと強めの火でね、強めの中火でやっております。玉ねぎから先に炒めるとね、玉ねぎがね、炒まり終わる頃にはくたっとして甘みがすごい出てきますんで、そしたらこの状態でルーを入れませんので、薄力粉を大さじ1と半分ここで入れます、ね、大さじ1と半分ね、こちらかな。で、こいつをね、炒めていく。具材と一緒に炒めることによって、後でね、ダマにならないっていうのがありますね。小麦粉を絡めてください。薄力粉ね。そしたらここにケチャップとウスター、ケチャップが大さじ、まあ、大体2だよね。ケチャップは味の絡めですね。ケチャップの味が入ると締まりますんで、そこにウスターソース大さじ1杯、はい、こっちはスパイシーなコクの深い味が出てきます。
で、こいつを炒める。酸味を飛ばして小麦粉と一緒に合わせることによってルーを作り出します。酸味飛ばしてくださいね、これね。酸味飛ばさないとね、酸っぱいハヤシライスになっちゃいますんで、炒め合わせたらお酒ね、コクが出ますんで、ぜひ入れてください。赤ワインとかになっちゃうとハードルが高くなっちゃうんですけど、料理酒ぐらいあるでしょ皆さん。はい、で煮詰めるんですねこれね。そうするとね、お酒の甘み、そしてコクが加わりますんで、これもねルーにね一役買います。これはで、水です。 120cc。はい、で、黒胡椒が少々。さっとうが小さじ半分、小さじ半分ね。はい、コンソメが小さじ3分の2で、ここでね、洋風スープ入れますね。3分の2入れますね。はい、で、よーく混ぜてとろみをつけます。で、ここにバターもね、バターっと入れますね。なんでバターを2回に分けたかっていうと、炒めたバターと後から入れて香りをつけるバターってね、全然香りが違うからなんですね。で、ブク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 沸かしたら、ほらもうハヤシライスのようなとろみありますでしょこれ。ほら見てください、もう完全にハヤシライスの色してませんこれ。で、これで、ちょっと濃度がつけば完成なんですよ。まあシャヌルーとかもお手軽でいいんですけども、すっごい美味しいハヤシライスになっちゃった。多分ね、みんなびっくりしますよ。こんな感じね、ほら見てこのとろみ。はい、こんな感じで漏れました。で、ここにもうこれの濃度のつけ方はもう人それぞれなんで、今回はねちょっとね煮詰め気味でやりました。もう人によってはね、全然もうちょっとシャバシャバの方が好きっていう方もいらっしゃるんで、そこら辺はね味はね調節してください。僕はねこれぐらいが一番好きですね。でパセリをこうね、パセリかけていただくと、秒殺ハヤシライス完成でございます。それではできましょう、食べていただきます。おうまっ笑い出ますこれ。ワインちょっとワインもいきたいですねこれね。トマトベースのハヤシライスの味がすごいしてて、めちゃくちゃ美味しいです。玉ねぎもちゃんと炒めてあるんで、コクもあり、豚肉との相性も非常にいいですね。ケチャップの甘さと旨味がすごい来てます。これものの10分で作った味じゃねえよこれ。うまい。じゃあちょっとこれサーフィンも食べていただきましょう。立ちます。いただきます。はい、うまっ。これルーなしなの？これルーなし。ケチャップとウスターソースで作ったこれ。すごいね、めちゃくちゃうまいよ。うまいでしょ。普通にハヤシライスじゃん。ハヤシライスなんだ。うん、かなり簡単なのよ。おいしい、うん、ルーって意外と高かったりするんだよね。おいしいんだけど、でも実はケチャップとウスターソースと小麦粉、あとバターがあれば、はいはい、これすごいね。これいいでしょ、うん、こういう簡易デミグラスソースみたいなのはケチャップとウスターソースでできちゃうっていう。すごいね。10分でできます。それはすごいわ。これはね紹介したかった。これは目から鱗じゃないですか。今日から実践でいい。うん、レシピのやつんで、これ流行ってほしいな。10分でハヤシライス、ハヤシライスはすごいよ。ルーなしでできるやり方、みんなに教えたいな。これもぜひバズってほしいんで、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、はい、次のお話で使いますね。第何話で使いますか。ユージのバズレシピ、これ何本ぐらいあるのかな。今動画500本ぐらいあるねか。500本ない。動画って多いんじゃない。動画違う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 、あの全体1000超えてる。あ、1000超えてんの。1000超えてんだって。俺の動画全然知らなかった。数えてなかった。そりゃそっか。だってこの更新ペースで何でもやってるもんね。そうか、俺のチャンネル見ればどれぐらいやったかって分かる。動画あ1000、なんと1091本、やってます。すごいっすね。応援していただいて皆さんのおかげでございます。はい、あとね一緒にやってくれたスタッフとね、はい、
あと僕の肝臓。